はい、今回の動画は powerpoint のスライドを縦方向にする設定方法をご紹介します。で、powerpoint のスライドというのはですね。今こちら見てもらってわかるようにですね。標準の状態だと横方向になっています。で、通常の powerpoint の使い方であればまあ、このね。横方向のスライドでいいと思うんですけども、例えばですけども、チラシであったりだとか、ポスターなんかをね。powerpoint を使って作ってみたいな。なんて言った時に、このスライドが縦になればいいな。という風うにね。感じるケースもあると思います。 そんな場合は設定を変えることによってですねパワーポイントもですねこのスライドを縦にすることができるんですけどもワード d や e エクセルなんかの他のねオフィスソフトと比べるとですねちょっとねこの設定方法が違いますんでその、ね、手順をご紹介したいと思います。はい、それではね早速やってみたいと思うんですけどもまずはこのデザインタブのところをクリックをしてください。はい、次にねこのデザインの中のユーザー設定というところのこのスライドのサイズというところをクリックします。 はい、そうするとまずこの画面ではですねこのワイドのね16.9なのか4.3なのかを選べるんですけども、まあ、これだとね当然横方向なのは変わりませんので縦方向にしたい場合はですねこのユーザー設定のスライドのサイズというところをクリックします。はい、そうするとここですねこの印刷の向きというところのこのスライドというところですね、まあ、こちらがですね標準の状態だと横になってますんでこちらをね縦の方にねチェックをね変えてもらってこれで OK ボタンをクリックします。 はい、で次にこの新しいスライドサイズに拡大縮小します。コンテンツのサイズをなるべく大きくしますか、それとも新しいスライドに収まるように縮小しますかということで、まあ、例えばですけども、このスライドの中に、ね、何か、ね、画像を入れている場合にです、ね、この最大化というふうに、ね、するとです、ね、特に、ね、このスライドの,、ね、この縦方向の形に合わせずに、まあ、大きい形で,です、ね、この画像が入ってで、サイズに合わせて調整というふうに、ね、するとです、ねまあ、縦方向の,、ね、その大きさに合わせてです、ね、その画像のサイズを調整してくれますので、まあ、これは、ね、その時の の状況に応じて、ね、どちらかを選択をしてもらえればいいんですけどもまあ、通常はですねこのサイズに合わせて調整という方を、ね、選んでもらえるといいと思いますまあ、なので今回はねこのサイズに合わせて調整という方をクリックしますはい、そうするとこういった形でねこのスライドを縦方向にすることができます であとこのスライドを縦にした時の注意点なんですけども最近よく使われる16対9のねワイド画面のスライドをですねそのままですね縦にした場合に今ねこちら見てもらって分かるようにですねすごく縦長のですねスライドになってしまいますんでこのスライドをプロジェクターとかを使ってですねプレゼンに使うといった場合であればね、まあ、特にねここはそこまで気にする必要はないかもしれないですけども最初にも言ったようにパワーポイントを使ってですねチラシとかポスターを作りたいといった場合はそのね作りたいサイズにい。 合合わせる必要がありますんでその場合はですのででそ場はね同じくこのスライドのサイズのですねこのユーザー設定のところをですね開いてもらってこのスライドのサイズ指定というところですねこの矢印のところをクリックをしてもらうと、まあ、ここからですねサイズを合わせることができますんでそのね印刷したいサイズがねこの中にあるようであれば、まあ、例えば A4 サイズにしたいということであればこの A4 のところを選択をしてもらうと A4 サイズにすることができますし、まあ、この下のね幅と高さというところでね自分でねこのサイズをね細かく指定することも できます、あ、いずれにしても、ね、このサイズの方を指定したら OK ボタンをククリックをしてくださいでここはね同じく、ねまあ、このサイズに合わせて調整っていう方をね基本的には選んでもらえるといいと思います。はい、そうすると今回で言うとです、ね、この A4 の縦のサイズにですね変更をすることができました。 はいといてことで今回の動画ではパワーポイントのスライドを縦方向に変更する方法をご紹介しましたけどもワードやエクセルの、ね、他のオフィスソフトと比べてですねこの用紙のですね設定の変更がね少しね面倒な部分はあるとは思うんですけどもその分パワーポイントはこういうねデザインをする時の自由度がねワードとかエクセルと比べてもすごく高くてやりやすいのでパワーポイントを使ってチラシとかねポスターをね作りたいなんて言った時はですねこの設定方法も覚えておいてもらえるといいと思います。 それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。